大阪都構想改革主義との戦いに勝ち目はあるか。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。いや、もうウイルス騒動大変ですね。はい、いや、やっぱりグローバリズム進むとこんなええもんだけちゅうことで悪いもんもね、僕ら入ってくんじゃなと思う、はい、今日この頃ですけれども、はい、今日はですね、久しぶりに京都大学助教で表現者クライテリオン編集員の川端先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。川端先生は我々の研究室の助教もやりながら、はい、編集員もやってもらってるとこなんですけど、ちょうどこの雑誌ね、発売したばっかりで、はい、ね、ちょっと紹介してもらえますか。今回の特集は嘘というもので、うん、国家がいかにね、簡単に滅びるかっていうことを、うん、まあいろんな角度から語ると、まあ別に安倍晋三さんの嘘だけではなくて、うん、トランプ大統領であるとか、まあ、ムンジェイン大統領とか、ね、とにかく世の中嘘が多すぎるという話をしてるんですよね。うん、このタイトルがね、嘘で自滅する国家、安倍、トランプ、ムンジェイン、うん、まさにそうですね、ね、はい、そういう、だからみんな嘘ばかりついてると。で、嘘ついてはって、まあ、嘘ついとるわやったらええんですけど、これ国家のリーダーですから。そうですよね。リーダーが嘘つくってね、これね、自滅するっていうことなんですよね。うん、これね、ほんまやばいよというのをね、うん、いろんな角度から論じてるんですけどね。はい。うん、まあ雑誌ではそこまで詳しくはやってないんですが、うん、関西に住んでる人にとっては、まあ一つのね、大きなまあ嘘ネタとして、うん、まあ大阪都構想をね、改めて取り上げてみたいなというふうに思うんですよ、ね。大阪都構想、この番組でもね、何回か、1回かな、うん、いや、2回ぐらいやってるじゃないですかね。うん、やったんですけど、もうまあこれほどね、うん、嘘800がね、もう凝り固まってる話ってこうないんですよ。なんか今年の秋にあるんですよね。そうそうそう、もう住民投票やることに、ね、まあ、ほぼほぼ決まって、まあね、もうなったんですかね。もうなったって、で一回これ否決してるんですけどね、2015年、はい、今から5年前にこれやるっていうことになってね、まだ諦めてないっていうことなんですね。いや、というかだから前回の時よりもその可決される可能性もね、まあなんか僕は高いと思うんですよね、その前回の上限に比べればですね。でもまあまだ時間はありますし、でそれから大阪都構想って別に大阪だけの話でもないんですよね。そうそうそう。で実はその今維新の会さんが言ってるようなことっていうのは結構京都の中でも、特にまあこの間の市長選の候補者もまあいたんですけれども、維新の候補じゃないですけど、なんか似たような話をねする人って増えてきていて、同じような改革がね全国に広がっていく可能性ってあると思うんですよね。で、あの安倍政権下であの橋本さんがやってはったような改革がさらに加速してるんですよ。だからね、2015年前のね都構想 の住民投票の時はまだ安倍さんがね政権取ってちょっとしか立てないので、あんまりこう変な改革してはらなかったんですけど、だそういう意味で2015年時点で大阪都構想が最もこう先鋭的な、とんでもない破壊的な改革だったんですけど、今ねもうかなり広がってしまってて、だからね都構想だけが目立たないぐらいね、今だいぶちょっと薄れてるってことですか。うん、でもね、とはいえね、これ都構想は大阪市そのものの自滅を意味しますから、うん、これはねやっぱりね、そのメガトン級の嘘の中でも特にでかい嘘なんですよね。うん、今日はなんかそのあたりをね、そうですね、うん、これあの決してあのなんていうか政治的な意図でディスってるとかで、ね、じゃなくて、あのあくまでも思想言論行政学的にね、社会科学的にいかにこれが問題なのかっていうことをこう論じながら、まあ、それがいかにこう思想的な改革論と結びついてて、それが我々今回雑誌で特集したような国家の自滅につながってるのかっていうところをね、うん、まあ、あの短い時間ですけど描写できたらなと、うん、そんな話ですよね、はい、今日はね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。聞けば今の大阪都構想についてよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、
それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは大阪都構想、改革主義との戦いに勝ち目はあるか。これね、タイトルからご理解いただけると思いますけど、これ大阪都構想ではあるんですけど、要するに改革主義の一つの事例に過ぎないんですよ、うん、改革主義との戦いに我が日本国民はもう小泉純一郎以来ずっと負け続けてるんですよ、うん、だから2015年の都構想の秘訣っていうのは珍しく改革主義が、うんそうですね、非改革主義、日本国民側、庶民側に負けたっていうね、うん、珍しい事例なんですよ。だから今年のね、この改革主義の都構想とそれから日本国民、大阪市民、大阪庶民の戦いはね、かなり厳しくてね、やっぱりね、都構想を勝つんちゃうかっていう下馬評がね、15年も強かったし、それにもまして今年のが強いっていうことなんですけど、ちょっと状況を置いといてね、何があかんかっていうのもちょっとザザッとね、はい、まず大阪都構想ってシート風があるじゃないですか、大阪の、はい、この2つが独立してると不効率があるから、うん、でその不効率は二重行政とこう言ってね、行政がダブってやってるからものすごい無駄が多いと。だからこれ一緒にまとめたら、まあ、経営が合理化されるように行政が合理化されるっていうのがもう根本的な考え方なんですよ、はい、でところがこの二重行政っていうのは最初4000億とか2700億とかいうぐらい無駄があると言われてたんですけど、うん、議会の中でずっと議論していくと、これはたったもう十数億とかね、年間数億とかその程度しかないっていうのがね、都構想推進派の行政の官僚たちがまとめた資料でもそうなってしまってるんですよね。でその一方で都構想を実現すると、大阪市がなくなって、はい、新しい特別区というのを今回4つ作るんですけど、はい、だから議会を1個潰して4つ議会作るんですよ、うん、市長を1個潰して4つ区長を作るということにこうなるので、余分にすごいお金がかかるということもまあ分かってるんですね。うーん、っていうのがもう大きな問題ですし、でさらに行政のね大改革ですから、もうこれ市を1個潰して新しい4つの行政区を作るっていうのはね、とてつもない手間がかかるんですよ。だからね、3万人とか4万人とかいるのかな、職員さんが、彼らが大阪市の職員が全部一回クビっていうか仕事を辞めて新しい仕事を3万人分4万人分作らないと、まあ、いけないんですよね。大変ですね。だからね、これから大阪は都構想を実現すると、その都構想というものを実現するために莫大な労力を割かないといけなくなって、IR とかね、大阪やりたいとか万博とか あと新幹線とか都市計画とかやりたいって言ってはるんですけど、それはもう滞るんじゃないかと、もう真剣に危惧されてると。そもそも我々が聞いててもですね、大阪都構想ってこれ何のために進められている政策だったのかっていうのがよく分からなくなるんですよね。まず最初はさっき藤井先生言われたように、そのまあ毎年4000億ぐらいのお金が浮くとか言ってたんですよ。それはでかいですよね。でかい、どこにとるええかなと思った、やったらええやんと思うんですけど、うん、まあそれいろいろ試算していくとそれちっちゃくなっていってね、うん、で傑作なのが2018年一昨年に都構想の経済効果を計算した資料があるんですけど、はい、まあ、これね、いろいろその合計では経済効果あるって言ってるんですけど、はい、二重行政のところ見たらね、効果はまあ40億ぐらいって言ってるんですよ。で、まあ40億でも多いかもしれないですけど、持ってる資料でも40億しかない。待ってくれと、その最初ね4000億浮くからって言われて始まった改革が今ね、まあ多少内容変わってるんですけど基本同じでしょ。うん、で、ね、それで効果40億って100分の1に変わったら普通ちょっと待てよってなりますよね。うん、でもやるということは決まってて、うん、そうすると今度はね別の理由を持ってきてこれをやるべきって話にだんだん変わっていくんですよね。うん、理由があって進めてるんじゃなくて、進めたいから進めてはるんですよ。で、そんな感じですね。理由を持ってくるっていうのは、これがね、改革主義のね、もう典型的なやり方で、 TPP だってそうだったし、消費増税だっていつもそうなんですよね。うん、もうゴールしか、うん、
見てない。そう、まあ、そうやって日本は潰れていく、まあ、典型的なパターンの一個なんですけどね。うん、で今ね経済効果1兆円って言われてて、まあ、2018年に出た報告書をね、うん、まあ、細かく読むと、うん、まずその財政効率化で1兆円浮くと、うん、でそれから経済効果が10年で1兆円かな、うん、両方10年でですけど、うん、浮くって言われて、まだこれがねでかいなって思うわけですよ。超とか言われたらね、うんうん、すげえなと思うんですよ。でもね読んでみるとね、これ正直申し訳ないんですけど、かなり疑わしいというもので、で例えば行政効率化するっていうロジックは、まあこれも細かく言い出すとね、もうキリがないんですけど、それはもうこの間ちょっと簡単な論文を書いたんで、細かく言ったんですが、まあこれもほぼ完全な、まあ嘘ですね。あの、さっき言って。これね、学者がね、学者の名前でね、海津大学の報告書なんですけど、これね、我々査読をしてね、これは嘘だなと。このレポートは学会の論文集とかだったら絶対落とされるものだなというように僕も思いますね。いや本当です。そのなんかね、計算の精度が低いとかだったらまだわかるんですけど、うんま、そうじゃなくて基本的な考え方に矛盾が多すぎるんですね。うん、でそれともう一つはその経済効果でなんかその都構想をやるとインフラへの投資がたくさん進むんで、うん、それで大阪が豊かになりますって言ってるんですよ。でそれはね、それはそうかもしれませんよと、なるほどなって思うんですけど。読んだらね、別に都構想関係ないんですよ。そうそう、普通にやったらええやんっていう投資なんですよ。普通にやったらええようなこといっぱいあるんですよ、ね、それじゃない、うん、でそれを足して何兆とかって言われると、うん、いやいやちょっと待ってくれと、他になんかいい理由あるかもしれないですけど、うん、そのちょっと大きすぎる嘘をね、なんかそのあれだけ出されて、うん、その状態で住民投票とか行くのはちょっとまあ正直勘弁してもらいたいっていう感じですね。ひどいですよね。でもまあこの大阪都構想が嘘話であるっていうのはね、これはもう僕はもう2015年からずっと言ってることで、今回バージョンが多少変わっても何も本質変わってないわけですけど、もう繰り返しますけど、これはね大阪都構想とか大阪維新の方々だけの現象じゃないんですよ。まさにそうですね、はい、これね、安倍内閣の構造改革徹底推進会合っていうのがあってね、それも時もそうだし、安倍内閣が進めた TPP もそうだったし、はいはいはい、小泉さんがやった、さっきも言いましたけど、郵政改革も全部そうなんですよ。でさらに言うとね、小池百合子さんの豊洲のね、はい、一番の話だったら、もう嘘800だったんですよ。だからね、小泉さんとか大阪維新とかね、はい、とか小池さんとかね、で安倍さんにつながるこの人たち、なんかちょっと似てる感じないですか、改革好きで、あちょっとポピュリズム的で人気取り、はいはい、こういう人たちはね、改革をやるっていうことを先に決めて、これで国民とか住民の人気を得て自分の政治的権力を拡大し、で理由は適当にごまかすっていうことをね、ずっと繰り返してあるんですよ。へー、そん中でもね、大阪都構想は特に分かりやすい嘘なので。そうですね、うん、改革主義って言ってね、まあ、今長屋名前を挙げられましたけど、うん、皆さん結構人気があるわけです。人気あるね、その改革主義を唱える人は、うん、でおそらくまあそう、ただ小池さんとかね、なんかやらかして倒れることあるかもしれませんが、大体、うん、ね似たような人がまた出てくるんですよ。これはもう、うん、それをずっと日本全国で繰り返してるのがこの30年ぐらいの、ね、まあ、繰り返し で最近だったらセクシー進次郎とかもね、完全にその出会いですからね。そうですね、救いようがないのはですね、その改革主義っていうのが、まあそれで利権を得る人もまあ中にはいるからね、うん、進める理由は分かるところはあるんですけど、うん、不利益を受けるはずのね、一般庶民がですよ、うん、そうそう、なぜかみんな賛成するんですよ、ね。そう、危機として喜ぶんですよ。そうなんですよ。これはね、なんでしょうね。うん、まあ、まあ、なんかそれはきちんとして情報が提供されてないとかね、ちゃんと議論されてないってことなんだと思うんですけど、うん、そうなると、これね、覆すのはなかなか、まあ、大変なんですよね。うん、で、ただ、そうは言っても、この改革主義をね、やっぱり空気としての改革主義と戦っていかないと、おそらくまあ日本が良くなる道っていうのはまあないんですよね。そう、日本の国民を豊かにするとかね、はい、そういうのを政治と呼ぶとしたら、本来の政治はこういう嘘800の改革主義と戦うことこそ政治の本分なんですけど、それで戦うと人気が出ないんですよ。だってみんな向こう側になびいてますから、はい、で今民主主義じゃないですか、はい、だから選挙で勝ちたいっていうのを第一優先にしはる人多いんですよ、うん、政治家って。だから結局ね、改革主義がね、いつまでたっても終わらないっていうね、なんか悪夢のような負の連鎖があってね。でね、もう今日はちょっとその、うん、そういう負の連鎖を続ける改革主義とね、うん、まあ、戦っていく我々に、うん、まあ、その気分にふさわしい、うん、まあ、曲として ね、レイチェル・プラッテンさんという、まあ、アメリカの女のまあシンガーソングライターなんですけど、うん、そのファイトソングという曲をかけたいと思ってるんですが、うん、ちょっとまあ外国の歌なんで、ちょっとどういう歌か簡単にだけご紹介しておきますと、うん、まあ、YouTube でもね、ライブの映像とか見れるんですけど、うん、そこで本人が説明してるんですが、
彼女は大学出てからですね、20歳、21歳ぐらいからニューヨークに出て行ってシンガーソングライターとして活動をずっとしてたんですけど、13年ぐらい本当に鳴かず飛ばずで、全然売れなくて、その5人とか10人しか客がいないクラブでね、ずっと頑張って歌い続けとったと。で、それで33歳とか4歳になった時に、もうあかんのちゃうかと。もう私こんだけやっても自分の夢が実現しないんだったら、もうやめようかなと思った時に、はい、最後の最後の力を振り絞って、これがあかんかったらやめようっていう、そういう賭けの気持ちで書いた曲があって、それが世界的に大ヒットするんですけどね、でちょっとだけ歌詞をご紹介しておきますと、冒頭ね、海に浮かぶ小さなボートも大きな波を起こすように、たった一つの言葉が誰かの心を開くことがあるように、私には一本のマッチしかないかもしれないけれども、これで大爆発を起こしてみせると。これが私のファイトソングって、そういう歌なんです。素晴らしい。まさに大爆発したってことですね。聞いていただきたいと思います。レイチェル・プラッテンさんのファイトソング。Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word.週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。大阪だけじゃないんだ。パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。だから私は日本タクシー。ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。レイチェル・プラッテンでファイトソングお届けしました。いい曲ですね。いいですよね。で、なんかライブの、まあ、僕映像を見ただけなんですけど、このレイチェル・プラッテンさんがね、ずっと失敗をね、13年続けてると、もう意地悪な声が頭の中で聞こえてくると、そんなの不可能だと、お前にはできない、お前みたいなただ一人の凡人がね、何を変えられるんだっていう声がすごく聞こえるようになるし、実際周りからも言われるんですけれども、それは嘘やと自分に言い聞かせなさいと。で、何かを実現するのに遅すぎるなんてことはないんだから、とにかく頑張れという、まあ当たり前の話であるんですが、でもね、やっぱりこの改革主義との戦いっていうのはね、諦めないっていうことが非常に大事でね、で、我々ができることといったら、まあ事実というかね、なんかその、こう考えるのは正しいと思いますよっていうことをやっぱり言い続けるしかないんだと僕は思うんですよ。そうやな。やっぱりあの10年前に書いた本で、公共事業が日本を救うっていう本で、で、あれを再版しようと思って書き直してんねんけど、10年前の世論環境がいかにひどかったかっていうのが、公共事業が絶対あかん、はいはいはい、それに比べると今は公共事業は必要やけどお金かかりすぎるよねとかなってるけれど、昔は公共事業なんて全部いらんやろみたいな世論で、公共事業を肯定する世論で全然なくて、もうほとんど絶望的やったけど、できるだけやろうと思って、まあ、世論変わったっていうのもあるし、確かに最近そのなんか箱物がどうのこうのとかあんまり聞かないですよね。聞かなくなってるな。そういう言い方がなんか文化として沈んでいったような感じしますね。そうなんよね。だから世論ってやっぱり10年ぐらいかけたらちょっと変わるかもしれなくて、このアルガママラジオも10年ぐらい続けたら結構変わるかもしれない、ね、そうかもしれない。この世の中がね、京都も中心に、そうそうそう、京都中心に結構いくかもしれんっていうね。まあ、今回表現者もちょっと取り上げたんですが、ホイジンガっていうね、昔の歴史学者がいるんですよ、で、まあ、100年ぐらい前の人なんですけど、中世のヨーロッパしてこうやってた人なんですが、この人がそのヨーロッパでまあナチが台頭してきた時に、もうどうしようもない世の中にどんどんなっていてね、もうヨーロッパ滅びるとなった時に、でもね、どう見渡してもこれ抜け出す道ないって言うんですよ。だけど彼は
俺はでもな、オプティミストやぞってです。オプティミストってのは楽観主義者ってことなんですけどね。うん、はい。で、彼は、なんとかなるさっていうのは、やっぱりね、それは真のオプティミズムじゃないと。そうなんですよ。だからね、僕に対してそういうこと言うやつむっちゃ腹立つんですよ。あ、そう、絶対とさ違う。だってね、なんとかなるさなんてこっちは思ってないのに、うん、これでも戦ってるんですよ、そんなもの。どう考えてもね、どこにも出口がないということを理解した上で、うん、それでもね、俺は負けることを望まないって言い続けるのが、これが真のオプティミストだっていうのが、まあ、法人だ。そうですね。いいこと言うな、さすがに。いいこと言うんですよね、さすがやっぱり。全く、同じこと思たるな、こいつ、法人。いきなり編集長のなんかスイッチがもう、オンになりましたけど。いやいやちょっとこいつやったら酒飲めるなと思いますけど、法人がちょっと来いよ、お前。ちょっといっぱい飲もうかぐらい思いますよ、法人が。やつやな、こいつ。まあ、大阪って、まあ、経済もずっと衰退してるじゃないですか。うん、で、京都も最近はね、なんか人口の、まあ、流出が結構起きていて、うんうん、昔みたいな、立派な町に住んでるっていうプライドをね、特にどんどん大阪の人はなくしつつあるんですけどね。残念やな。うん。でもそこでやっぱり、なんかある種のプライドっていうものを、ね、持ち続けるっていうのが、まあおそらく、まあ、唯一の、うん、まあ、やるべきことなんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん。今はね、2015年に比べて厳しい状況のように思えるんですよ。なぜかというと、公明党が今、都構想に賛成をしていてて、これはもう、ものすごい厳しい状況で、多くのね、都構想に反対しないといけないという大阪の心ある庶民たちはね、絶望しかかってるんですけど、諦めてはならないと思うんですよ。いや、本当そうですね。マッチ一本で変わることありますから。2015年の1月頃だって絶望的だったんですか。ああ、確かにそうですね。5月までで巻き返したんですか。まあ、情報をね、きちんと整理して伝えるっていうのが大事で、うん、一つね、その分かりやすい例を挙げると、うん、先ほど言った、都構想の効果がまあ、1兆円あるっていう話が一昨年出てきたんですが、その中で一番傑作だったのがね、あ、悪い意味でですよ。あるグラフが出されて、全国のいっぱい市町村あるじゃないですか。ちっちゃい村から大阪市までね。いろんなその規模の自治体並べると、住民一人当たりにかかるお金っていうのは、大体ね、ちっちゃい村だとやっぱり大きくなるんですよ。その人数がいないから。で、大きくなればなるほど効率的になっていくっていうのは言われてるんですけど、大阪市みたいな超巨大都市になると、ちょっとまたね、一人当たりのその行政経費が上がるっていうふうに言われてるんですね。で、一人当たりの行政経費はめっちゃちっこかったら高いけど、それがだんだん行政が大きくなってくると安くなってきて、そやけどめっちゃ大きくなるとまた高くなるっていうね、U字カーブになってるという論文があるんですよ。つまりなんかね、中ぐらいの都市が一番効率的っていう、そういう説があるんですけど、でもね、これよく考えたら、大阪市とか京都市とか横浜とかそういう大都市でね、一人当たりの経費が高くなるのは別にね、非効率だからというよりは、それはね、大きい都市には例えば都市が大学を持ってたり美術館を持ってたりとかね。で、かつ物価が高いし。物価も高いし、だ公務員の給与も高いし、それからそのインフラもね、そのいろいろたくさんいるようになるという事情があって、だから都会だからお金がかかるっていう話で、で、都会ならではの便利さも同時にあるっていうだけの話なんで。なのに、人口サイズが出た4、50万人ぐらいの自治体が一番行政経費が安いから大阪市を分割しましょうって言ってるんです。そうです。ちょっとおかしいですよね。いや、これびっくりするような話ですよ。うん、だから、これね、ちょっとラジオやと分かりにくかったかもしれませんけど、まあね、これね、なんか我々ちゃんと論文に書いてますから、ホームページで探してもらったら分かりますけど、うね、もう僕はもうこれ 100% 嘘話だと思いますよ、彼らが書いてる論文なんて。だって、その、大阪市を分割したらね、大阪市のでお金がかかってるのは、都会だからお金がかかってるんですよ。大都市だから。はい、で、それをね、まあ、4つに分割しましょうと、はい。分割したらね、大阪市が都会じゃなくなるのかと。いやいや、そんなわけないじゃないですか。分割したら安なるって、安なる根拠が何にもないのに、安なるって言うてるのが、シャーシャーとそんな論文書いてね。1兆円とかね。ほんで議会で1兆円浮くって学者が言ってるから、都構想やりましょうとか言ってね、よくもまあ、こんな恥も外聞もないことやるもんだなと。僕は学者として思うので、公言ここでもしてますし、論文も書いてるので。ぜひご覧ください。ファイトソング週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街に、この街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、今日大阪都構想改革主義との戦いに勝ち目はあるか、この勝ち目はやっぱこう負けないっていうかね、負けたくないっていうのが大事なんですよね。そうやな、要するにね、負けたくないよね、なんとかなるんじゃなくて負けたくないと思うだけで、そうなんですよ、マッチ一本で火がつくってことよね、でこれね、もう社会もそうだし、会社とかもそうなんですけど、なんかこう腐ってきた時っていうのは、変えようと思って変えれるもんでもないんですよね、なかなか。明日から変えようとかそんなできないんですよ。無理や無理や。だからといって変われそうになった時のための準備をねしてないと、せっかくチャンスが来てる時にそのチャンスを逃すんですよね。でそれをつかめた企業と か, か、まあ、なんか社会っていうのが生き延びていくっていうのが、まあそれが歴史だと僕は思うんですよね、でやっぱり今日本の政治行政っていうのは嘘が本当にまかり通ってて、この嘘の権限の一つが、まあ、大阪都構想なわけやけど、別にこの嘘は別に日本だけじゃなくてアメリカでも韓国でもどこででももうはびこってて、やっぱり今回ね、我々その表現者クライテリオンの特集号でも、嘘で自滅する国家、安倍、トランプ、ムンジェイン、まあこれで嘘を取り上げて、でやっぱりこう我々の敵はなんていうか、嘘が敵であるとも言えるし、嘘を操って私利私欲を拡大しようとしている政治家ども、あるいは政治グループ、あるいは勢力っていうのがいて、こいつらと戦わないと我々の暮らしが守れないよね、もう一つ、政治家は嘘をつくのが当たり前だと言って何か受け入れてしまう、なんかこの緩い感じ、そういうところをしっかり追求していける国民にならないといけないですね。そのためにもぜひね、雑誌を読んでいただきたい、表現者クライテリオンの最新号、先週末に発売していますので、ぜひチェックしてください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして川端さん、ありがとうございました。ありがとうございました。川端さんにもね、来週にもご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。